いやいい最終回だったな。噂に違わぬ名作だったな。というわけで、実はこの前スンケイについての動画を作ったんだけどね。そん時使った資料に、合気道のスンケイとかいうのが載ってたんだよ。スンケイなんて名称が合気道にあるのかよ。まあなんか、読んでみるとただ単に合気道の打撃技をスンケイにこじつけてるだけみたいなんだけどね。まあそれはともかく、合気道の打撃技について、塩田剛造氏が答えているんで、面白いからちょっくら紹介してみようと思うよ。ほう、そいつは楽しみだぜ。合気道には当て身がたくさんありますよ。顔を裏剣で打つ目つぶしと腹を剣で打つ当て身が中心ですが、その他にも状況に応じて肘や肩、背中などでも行います。ということらしい。状況に応じて肘や肩や背中を使うのは中国武術とも共通しているね。顔面攻撃は裏剣による目つぶしが中心らしいな。この当て身の威力を知ったのは昭和16年、私が26歳で上海にいた時のことです。夜の街でいざこざが起きて、友人と二人でいた部屋にそいつらが襲ってきた時のことなんですが、蹴ってくる相手の足を右手で叩いたら、ごく自然にさほど力を入れた覚えはないのに、男はヘタヘタと座り込んでしまったのです。後で分かったことですが、その男は膝の関節が折れていました。え、手で蹴ってくる相手の膝関節打って折っちゃったの。本当だとしたらとんでもないことだね。まあ、立っている相手の膝関節を正面から蹴っ飛ばしておるというなら話はわかるけど、蹴ってくる、支えのない足を手で打っておるとか、相手が骨粗鬆症だったか塩田先生の腕に鉄骨が仕込まれていたとしか思えないね。また、次の男が顔面を鋭く突いてきたのでそれを避けて相手の腕を決めて投げ飛ばしたら、意外なほどもろく肘が折れてしまったのです。突いてきた腕を取って決めて投げたってことなのか。そういうことになるんだろうね。まあ組手をやったことがある人ならわかると思うんだけど、殴ってくる相手の腕を取って関節技をかけるなんてことは普通はできない。なぜなら殴ってくるという一動作に対して、関節技をかけるためには二動作も三動作も必要になるからだ。まあ、殴ってくる相手の腕に関節技をかけることが絶対に無理かといえばそんなことはなくて、いくつかやり方があって、その一つが八極拳で大転と呼ばれてる技だったりするんだけど、まあそれは置いておいて、調べたところによると、この上海での経緯は塩田先生の著書、合気道人生、に載ってるみたいで、それによると、この時に決めた技は、四方投げ、という技だったらしい。四方投げというのはこんな感じの技だね。こいつを殴ってくる相手に決めたわけか。って、思うんだけど、どう考えてもこの技、肘関節が決まるとは思えないんだよね。決まるとしたら肩関節で、肩が外れてしまったというなら話はわかるんだけど、肘が折れたりすんのかなーって。まあ、どんな決まり方をしたのかは実際に見てみないとわからないしな。で、さらに調べてわかったんだけど、合気道 SA 代表の桜井文雄氏は、四方投げを実戦では使えない技だと言っているらしい。桜井氏のことは以前に動画にしたことがあったね。そうだな、その動画のリンクを貼っておくぞ。ご存知のように桜井氏は塩田剛造に20年以上習った内弟子で、合気道の試合を何度も開催しているわけだけど、その合気道の試合で四方投げが決まることは滅多になく、あったとしても相当変形した投げ方になるとのことだった。つうか、このイラスト見るだけでもすごい手順が多いよな、四方投げって。まあ真相はわからないけど、ともかく、塩田先生は殴ってくる相手の腕を掴んで四方投げで肘を打ってやったと。まあともかく次に行ってみよう。さらにもう一人残った男の脇腹に当て身を一発食らわすと、うーとうめきながら泡を吹いて倒れてしまいました。これも肋骨が3本折れていたそうです。つうか思ったんだけどさ、どうしたこの野郎。いやさ、膝が折れてたとか肘が折れてたとか肋骨が3本折れてたとか、相手の怪我の情報を塩田先生は後からかなり正確に掴んでるっぽいんだけど、どうやってその情報を手に入れたんだ。その襲ってきた暴漢どもとその後も何か関係があったのか。治療費を払ってあげてその時に医者から聞いたとか。自分を襲った暴漢の治療費を出してやるのかよ。いや思ったんだけどさ、この暴漢、上海マフィアかなんかだと思うんだけど。それにしては襲撃するのに拳銃も刃物も用意してないみたいなんだよね。要するに殺意が低そうだなぁと。もしかしたら、暴漢たちは塩田先生がもともと知っている人たちだったという可能性もあるんじゃないかと思うよ。つうか話を聞いてると、空手馬鹿一代とか国宝の堀部先生の自伝とかと同じノリを感じずにはいられないんだよな。
話が500倍になってる可能性はありそうだよね。さて、次に行ってみよう。私の先生であり合気道を創始した上柴盛平先生が、当て身を使って活躍されたのを見たことがあります。昔の話ですが、上柴先生が兵庫県の武田村というところに講習に行った時のことです。武田村には大きな川が流れていて、この河原で砂利を取る作業をしているんですが、隣の村と境界線争いで喧嘩になって、飛びみたいな道具で襲ってきて大喧嘩になったんです。なんだ、飛びって。調べてみたら、こういう長い棒の先に飛びのくちばしみたいな刃物がついた道具みたいだね。でかい釜みたいな感じだな。そこで武田村の者が一人、上柴先生のところへ、なんとかしてもらえないか、と来たんです。いや、先に警察に行けよ。戦前の話だと思うから、当てにならなかったのかもしれないね。すると先生は、出波長はわしが日頃稽古で見せない当てに技というものを見せるから、と、出て行かれたんです。そして先生が来ると武田村の人たちは助かったと思ってみんな引いてしまいました。ということは、武田村の人たちは上柴盛平の実力を以前から見る機会があったということなのかな。講習で来ただけの技なのに、不思議だね。隣の村の人たちはちっこいじいさんだと思ってかかってくるんですが、先生は関西弁で、こう来たらこうや、そう来たらこうや、と。稽古の時と同じように、飛びを振るってくる相手に当て身を入れていくんです。そしたら相手はコロコロひっくり返ってですね、やっつけちゃった。長いものを持って襲ってくる相手を素手で倒しちゃったの。もはやバキ世界の住人みたいな話だね。後でみんなカツを入れてやると、我先に逃げ返ってしまいました。カツを入れるって時代劇なんかでやってる気絶した相手を起こすやり方だよな。おそらく、あれって本当にできるのか。例えば柔道などの締め技で落ちた状態だったら、腹部を圧迫するとか何かしらショックを与えることで蘇生することはできる。けれど打撃を食らって失神KOをしてる相手にカツを入れるとか、かなりヤバいね。まあ死人が出なくてよかった、というか蘇生した瞬間我先に逃げ帰るくらい元気だったみたいだけど。まあとにかく、良い子のみんなは意識のない人を不用意に動かすようなアホなことはしちゃダメだからね。つうか、さっきから話の内容に昭和の漫画集がするんだが。次行ってみよう。合気道では当て身の練習だけ特別にやるということはありません。拳を鍛えたり突きの練習をしたりといったことはありません。合気道では基本の技が150本ほどあって、これを反復練習して柔軟で粘りのある動きと体を作っていくわけですが、この過程で当て身の訓練も合わせてやるんです。合気道の当て身は入れようとして入れるのではなく、タイミングを合わせて出てこようとするかしないかのところへスパッと入れるものです。ズドーンと出すのではなく小さなショックで大きな打撃を与えるのが特徴ですね。剣は軽く握ってスナップを効かせて当てます。それも遠くから打つのではなく担当で刺すように小さく鋭く行います。これには全身の力を一点に一瞬に集める集中力のトレーニングが必要です。というのが合気道の打撃理論らしい。相手の出にタイミングを合わせて、小さな力で大きな打撃を与えるのが特徴ということらしい。確かにそれは、やり方としてはありだと思う。この理屈通りやっていれば蹴ってきた相手の足を手で叩いて折れたりするのか。いや無理だろ。どうも塩田剛造先生にはほら癖があったっぽいよね。まあそれを言ったら、昭和の武術家、武道家なんてのはほらの塊みたいなもんだしな。で、ちょっと一つ気になることを言っているのは、全身の力を一点に一瞬に集める集中力のトレーニングが必要、と言ってるんだけど、これは普段の合気道の練習とは別に行わなければいけないということなのだろうか。拳を鍛えたり突きの練習をしたりはしないとは言ってるな。まあそれは合気道をやってる人の問題だろうから、私にはどうでもいいか。次行ってみよう。合気道は当てが7分、投げが3分、と上柴先生は言われました。これは実際に戦う時のことで、一つの技にも4つから6つの当て身技が入るんです。ですが初心者が最初から当て身を入れて練習するとそれに気を取られて技の練習がおろそかになりますから。合気道では当て身技は後から教えるんですよ。合気道ではこれらの当てや投げは、すべてその場の状況に応じてタイミングに合わせて出る変化自在の境地を目指します。静止したものに対して固定した技を練習するのではないのです。ですから、何かあるとほとんど無意識に反射的に技が出るのが正しい姿なのです。失礼ながら、合気道の練習だけやっててそんな境地に達した人っているのかな？見たことも聞いたこともないね。都市伝説かな？以前、私の演舞会でこういうことがありました。私の弟子が、私がまだ説明している時に間違えて木刀で打ってきたんです。そうすると、こっちはやってるという意識がありませんからねー。ポーンと肝臓のところへ入れてしまったんです。
それでひっくり返って病院へ運ばれたんですが、肝臓の周囲に内出血して、もう少しで死ぬところだったそうです。下手すると死んでたわけか。命がけだな、合気道の演武は。あの演武はそれほど厳しいことをやってたんだね。また別の演武会で、その時も弟子が説明してる時に後ろからいきなりかかってきたんですよ。そうしたら自然にパッと出ちゃったんです。ちょうど相手が息を吸った瞬間に私が背中で当て身を入れたから、その弟子はそのまま気絶して、吸った息で腹を変えるみたいにパンパンにしてるんです。そしてカツを入れたらその息をふーっと吐き出して意識が戻ったんですが、おい、また意識のない相手にカツを入れてるぞ。危ねえなぁ。そうしたら本人は演武が続いてるつもりで、私の足を取りに来た。気絶したことに気づいていないんですよ。これも反射的に出る合気道の技の恐ろしいところですね。いやマジに恐ろしいな。そうだね、つまり塩田先生は少なくとも2回、演武中に弟子を殺しかけたということになるね。つーか、思ったんだけど、気絶した状態で吸った息で腹がパンパンになるなどということがあるのだろうか。打撃のショックで舌が喉に詰まって息が吸えなくなるというのは聞いたことがあるけど。けどそれだって腹がパンパンになったりはしねえよな。まあ、詳しいことを知っている人がいたら教えてほしいところだね。あ、そうだ、唐突、最後に。この動画は別に合気道が弱いとか塩田先生が弱いとか、そんなことは全く言ってないから誤解のないようにね。すぐに強弱の話に結びつけるやつがいるから困るよな。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。